はい、こんにちは、こんばんは、シャリです。カルチョビットアやっていきたいと思います。今日の試合は、ワールドカルチョクラシック1回戦、ファーストレグ、AC パンチェッタとの試合です。まあ、AC パンチェッタとは、去年のね、決勝の相手でもあるので、注意して戦っていきたいと思います。タラモサラタとね、当たりたいんだよね。タラモサラタあんま強くないから、正直タラモサラタ以外ね、全部強いんだよ。なんでタラモサラタがこんなちょっと弱いのかよくわかんないんだけどね。まあとりあえず試合やっていきたいと思います。で、スタメンは多分いつも通りで、行きましょうかね。はい。で、相手をマークするかしないか問題。これ、マノね、多分外してくれるんで。はい、マノはちょマークしなくていいでしょう。ということで、このまま行こうかな。はい、試合開始。多分大丈夫。勝率は 31%。 まあまあまあ、でも勝ってるんでね、決勝で大丈夫でしょう。試合開始ですね。いやちょっと能力値的には意外と負けてないと思うんだけど、どうなんだ。うちもね、結構 S 多くなってきたんで多分大丈夫ね。メガクラブになるには、ここで確かまた優勝しないといけないんで。あれ、2年連続3冠だっけ、メガクラブへの条件って。お、内山。いや、そこ決めてもらわないと。惜しいね。あれ何 ?2 年連続ワールドカルチョクラシック優勝メガクラブの条件って。ちょっとよくわかんないね。覚えてない。メガクラブになったところでね、なんか金が余るだけなんだよね、正直。まあでもメガクラブね、ちょ最近なってなかったんで、ちょっとやっぱなりたいな。お、つつみが、持ってかわして、持つね。いや、すごいドリブルだ。ロングスローです。合わない。マノにクリアされる。アウェーゴール奪いたいな。アウェーゴール奪えないと本当に何も始まんない。アウェーゴールってさ、なんかなくなるとかさ、なんかどっかなんかの記事で見たんだよね。でもアウェーゴールさ、なくなってほしくない気もするんだけど、なんか確かね、データ上で、なんかアウェーの勝率が、そんな別に関係ないみたいな、勝率に。だからなんかアウェーゴールが消えるみたいなことを、記事で見た気がするんだけど、やっぱでもアウェーゴールも面白みとしてやっぱあるから、俺はちょっとあってほしいかな。お、いいクロス。浮津が合わせた。さすがです、浮津さん。で、これでアウェーゴール1点だからね。まあでも確かにな、同じ1点だもんな。いくらアウェーといえど。まあでもなんかリーグ戦とかはそんなアウェーゴールと関係ないからな、でも。どうなんだろう。でもヨーロッパとかさ、なんか EU 圏内に、正直あんまり、まあでもアウェーゴールいるのかな、わかんない。正直どっちでもいいかな、あってもなくても。いやー、フリーキックから、いつものお決まりの失点パターンですね、これは。適当ななんかクロスから失点、なんかヘディングで合わされて失点するという。いやー、しかも日本人に決められた、渡来。でもなんか渡れ一人のなんか能力値見るとあんまなんか強くはない。まあでも決められちゃったんだけど。はい、前半1対1で終了です。まあこのまま頑張ってもらいましょう。ケツが持って下がってされた。おり。ディフェンダー能力値どうなってんだ、うちのチーム。やっぱちょっと神山とかやっぱ弱い。なんか何で神山になってんだ、ちょ、ストップストップストップ。おかしくね。あれ、あの、誰だっけ、千尋じゃなくて、みゆきがいなかった。みゆきあれ怪我したんだっけ。いや、ごめん、なんか神山になってた。やばくね、あぶね。ナイス、篠塚。いや、これは一点物だったよ。危ない、危ない。篠崎持って、いやー、取られちゃうと。
あ、でも、こっちボールのスライン。あ、また日本人出てきた。川上。なんでそんな中日本人いるんだろう、相手のチーム。パンチェッタ。悪だな。思ったけど、取られる。そう、確かね、前なんか AC パンチェッタとなんか当たった時ね、なんだっけ、ユニフォームがオレンジで草みたいなのがコメントがあったんだけど、確かに、そうだね。なんか、確かにブルーだよな、イタリアはなんか。まあ、どうでもいいか、そんな、どうでもいいや、そんなこと。お、悪だな。迎え撃ちシュート、なんか打ったぞ。溜めて打った。入んなかったけどね。で、もうそろそろ交代していかないと、俺もちょっと交代できなくなっちゃう、俺。誰を変えるかだな。ちょっと、本丸とりあえず入れようか。ワルドに変えて本丸入れて、川内深田まださすがに使えないんだよな。深田はワンチャン使えるけど、深田入れるか。深田左利きじゃね？やべえ、てか、チーロン左利きなんだよな。まあいいや。あと、なんか1位が結構疲れてたから、ちょっとロビンソン入れよう。アンカーにロビンソン。まあ、ロビンソンはでも、もうね、世界、バルサ出身だから、まあ、この大舞台でもね、活躍してくれるはず、さ、多分。はい、これ交代ですね。いや、でも、この位置のフリーキック怖いよ。これなんかクロス上げられてヘディングで合わされて失点とかなんか、見たことあるからな。危ねえ、ナイス、クリア。これ、いけんじゃん。取るんじゃない？これ。いけるぞ。いやー、ちょっと惜しかった。誰今。浮き津か。いや、内山。いや、浮き津だ。足早いな。あとちょっとで取れそうだった。いや、ファールないでしょう。もう時間がなくなってきた。2対1で勝って終わりたい。彦坂？スルパス。打つか？かわして？かわして？打ったけど、いや、惜しい。あとちょっとだったね。ボール2個分ちょっとなんか右下行ってれば入ってた。もう本丸が持った。クロス中いるよ。2枚いる。もう上げちゃえ。ヤゴロ取られちゃうね。はい、試合終了です。1対1。まあ。アウェーゴール1点奪えたけど、勝ちたかったな。ちょっと失点がちょっともったいなかった。いつも通りの失点だったから、ちょっと良くなかったね。まあ、しょうがない。はい。じゃあ、今回は、これで終わりの前に、ちょっと一応、N1 リーグの順位表とか見るか。あんま変わってないね。確か前も見たな。で、ゴールランキングとかどうなってんだ。浮き津が17ゴール。まあ、オールエースだもんな。さすがだわ。内山も13ゴール。すごいね。ワールドナーはちょっとあんま点取れじゃない気がするけど、まあ。どうでもいいや。はい。じゃあ、今回は、これで終わりになります。あと、あれだ。スタメン今のうちに入れ替えてこないと、みゆきがなんかね、怪我してたんだっけ？まあいいや、とりあえず、はい、みゆきちゃんと入れました。あ、育ててたんだ。そうだ。完全に忘れてた。どこ、あ、見せた。ジャンプも S だよ。フィジカルをね、ちょっと上げたくてね、多分育ててたんだけど、まあいいや、はい、じゃあとりあえず、今回はこれで終わりです。ご視聴ありがとうございました。